7月28日、日曜日有明アリーナにて、165スーパーレック VS。たける、が行われ、山北イトが 1MMA ストロー級2位のボカンマスン屋根に敗戦12戦目にして、プロキャリア初黒星を喫した。山北は先週大学出身のレスリングエリートで、2020年2月にパンクラスでプロデビュー。 2022年7月にストロー級キングオブパンクラス王座を獲得すると、無敗のままワンの舞台へ。ワンデビュー戦となった3月のワンファイトナイト8では元ワン MMA ストロー級世界王者アレックスシューバから勝利を収め、MMA 戦績を8戦8勝としていた。シューバ戦では抜群のレスリングスクランブル力を発揮して黒帯柔術家のシューバを攻略。 僕はレスリングベースで柔術もできるというスタイル。打撃さえしっかり見えていれば、自分の思い通りのスタイルで海外でも戦っていけると思った。と自らのファイトスタイルへの自信を深めていた。しかし今回のマスン屋根戦では、マスン屋根のパワーとテイクダウンディフェンスに苦戦を強いられる。チアールからテイクダウンできない展開が続き、 ガードポジションからの三角締めや足関節を仕掛けたものの、マスン屋根のディフェンスを崩せず、結果的に判定3対0でマスン屋根が勝利し、山北はプロ級戦目にして初黒星を喫した。試合後、3R は自分らしい動きが出せたのですが、本当はあれを 1R からやりたかった。マスン屋根選手がそれをやらせてくれなかった、と振り返った山北。 想定外だったのはマスン屋根のフィジカルだ。マスン屋根対策として階級が上野選手と練習を重ねてきた山北だったが、思っていた以上にパワーがあった。上野階級の選手とも違う感じです。パワーの質が違うというか、慣れていない感じでした。と外国人選手特有のものを感じたという。 この差を埋めるために必要なものは外国人選手との対戦経験しかない。山北が所属するリバーサルジム新宿ミー、B の山崎武司代表は、脇の硬さとか力強さとかマスン屋根選手の強いところは分かっていたのですが、実際やってみると感覚が違ったんだと思います。井ノワ、ヒロバ、くんとやったグスタボバラートもそう。 井川く君もしっかり対応していたと思うのですが、肌を合わせてみて想定とは違うものがあったんだと思います。と話している。山北自身、これまで8000やって無敗でこれたんですけど、海外の選手と対戦したのは今回が2戦目。どんどん外国人選手と試合をして経験を積んでいきたい、と課題は明確。 世界で勝つためには外国人選手と試合を重ね、自分の技術をバーサス外国人用にアジャストすることが必須だ。山北の敗戦はこれから日本人ファイターがワンで勝っていくために必要なものが見えた一戦だった。